救命用ポータブルアクアユニットポール、救命用ポータブルアクアユニット、またはドイツ語表記から、ウォーターバックパックとして知られる。とは、カッセル大学が人道支援目的で開発した簡易移動式飲料水生成システム。半透膜を用いた膜技術を利用し飲料水を確保することを目的とした装置。ポールに貼られているピクトグラム側や井戸などの水源を必要とする。 科学知識や特別に訓練された人員は一切必要とせず、工程全体が4つのピクトグラムで示されているため、誰でも簡単に使用することが可能である。また、使用に関し、インドで様々な集団に対しテストが行われており、誰もが事前知識なしに操作することが可能であった。この装置の核はメンブレンフィルターユニットで構成されている。 目的地に設置された後、およそ100リットルの減水で装置を満たした後に1から2分間の待機時間を得て、露化された水は排水ホースから流出する。なお、露化中も定期的に減水を補充する必要がある。約1、15メートルの水圧によって、減水は20から100ナノメートルの光景の膜を通して露化される。 この装置は99.999%の効率で細菌を除去し、99.9%のウイルスを除去することが可能である。原外ろ過膜に基づく、このシステムは逆浸透膜ベースのユニットとは異なる。ため、塩のような溶質や鉱物油のような液体は膜を通過してしまうため、ろ過することはできない。このためそのような物質で汚染された原液に対し、 使用することはできない。2011年のスフィア基準によれば、平均1200リットルの減水を用意すれば、1日400人分の清潔で引用可能な水を供給することが可能である。フィルターは緊急時や災害時に使用できるように設計されており、このポールは必要に応じその場所まで歩いて持っていくことが可能である。 2010年3月に初めて地理で使用されており、2010年9月以降使用された事例が拡大し、2012年4月には世界30カ国以上で約700個以上が生産されている。マックの寿命は約10年であるため、援助期間は災害後に現場から回収することが可能である。また、必要な減水の汚染の程度に応じて数ヶ月ごとに、 定期的にフィルターを修理、または清掃することを推奨しており、清掃方法はポールを一度きれいな水で完全に満たし、底部の排出口から一気に排出することで、沈殿物を洗い流すことが可能となる。ポールはドイツ外務省の近辺に備蓄されており、数多くの人道支援組織で使用されている。この装置は、カッセル大学の土木工学部、都市水管理で、 ドイツ連邦環境財団の資金提供プロジェクトの下に開発が行われている。プロジェクトポール災害時の飲料水は2011年に開催されたドイツの競技大会アイデアの国の中で社会部門優勝を果たしている。ありがとうございます。